こんばんは。ロサンゼルス日系コミュニティのニュースと情報をハリウッドからお届けするソーカルジャパン、司会の手島理香です。それでは早速今日のラインナップをご覧ください。今週の日系ニュース、まずはバイオリニスト後藤龍さんのコンサート、東京セントラルマグロ解体ショー、そして茶道の無料講座です。スポーツ情報、地元のイベント、国際交流基金からのお知らせもお見逃しなく。それではソーカルジャパンスタートです。今週の日経ニュースです。まずはバイオリニスト後藤龍さんのコンサートです。パシフィックアジア美術館でアジア太平洋系の若手作曲家による現代音楽が披露されました。どうぞ。4月24日パサデナにあるパシフィックアジア美術館でアジア太平洋系の若手作曲家による作品の野外コンサートが開かれ、ニューヨークを拠点に世界で活躍するバイオリニスト後藤龍さんなどが演奏を披露しました。コンサートを開いたアジア・アメリカ・ニューミュージック・インスティテュートは、現代音楽を通してアジアとアメリカをつなぐ若手音楽家の交流を深め、育成を目指す団体です。この日は日本、中国、韓国、タイ、アメリカの作曲家の作品が演奏されました。同世代の人たちのやはりこう生きた音楽っていうか、まあ、今はまあクラシックというとモーツァルトやベートーヴェンやもうとっくにもう、ね、この世から去っていったあの作曲家の音楽を弾くものだっていうイメージがありますけれども、やはりクラシックっていうのもこう進化しつつ あってあの、まあ、こう古いもの、ね、伝統的なものだけではなくて、今でもそのクラシックのこの、アンサンブルの形で、まあ、クラシックとも言えないと思うんですけれども、現代近代音楽として進化して最先端を走っている、まあ、作曲家たちと一緒に、共演ができてすごく嬉しかったですし、作曲家との距離がすごくあの感じなかったんで、今回は良かったです。すごく楽しかったです。チケットは完売。およそ180人集まった観客はエネルギッシュな演奏に聞き入っていました。はい、続いては食の話題です。豪快なマグロの解体ショーが日系スーパー東京セントラルでありました。4月25日東京セントラルコスタメサ店で日本の食べ物や文化を知ってもらおうとマグロの解体ショーが行われました。マグロをさばく職人が子どもにも親しみやすいキャラクター姿で登場。大きな包丁を使って迫力のあるマグロさばきを披露する様子に来場者は釘付けになっていました。さて、このマグロは一体何ポンドでしょうか。マグロの重量当てクイズではマグロの寿司が当たるとあって、その重さが積極的に予想されました。正解はなんと 326.3 ポンド。切ったばかりの新鮮なマグロを試食した感想は、Very smooth, buttery, you know, feels like it melts on your tongue even. So, very delicious. ショーの最後には競りが行われ、威勢のいい掛け声とともに、次々に大きな塊に値段がついていきました。It's 2 pounds, and it started at 40 bucks, and someone bid me up to 51. So I got it for $51.びっくりしました。実際手に持ってこんなになんか綺麗な切り身だとは思わなかったです。 I'm good, I'm hungry now. Ready to go home, make some pokey. 基本はやはりあの新鮮で、まあ、なるべく安くあのお客様に安全なものをお届けするというのが基本姿勢ですので、ここの軸をぶらさずにあのまたね、こういった楽しいイベントとかいろんなことをまた企画実施していきたいと思いますね。5月7日には店内一部をリオープン。7日から10日、
生鮮食品を購入するとエコバッグがもらえます。詳しくは東京セントラルまで。はい、さあ次は日本文化のレクチャーシリーズです。今回は茶道の無料教室がパコイマで開かれました。ご覧ください。4月17日パコイマにあるサンフェルナンドバレー日本文化会館で無料の茶道教室が開かれました。このプログラムは茶道、華道、書道といった日本文化を学ぶレクチャーシリーズの一つで、リトル東京の日米文化会館とこのサンフェルナンドバレー日本文化会館が協力して開催しています。参加者はお茶の立て方のほかにも茶席に招かれた際のマナーを学びました。例えば服装ですとか、まあ、フォーマルであればいい、それからジュエリーとか宝石類はつけないこと、道具を傷めてしまいますので、それから香水つけないように、そういうことを説明しました。対象が2世3世4世の方なので、やっぱり皆さん日本を自分のオリジナルと思っていらっしゃるので、お茶のことを説明できてとっても良かったと思います。次回は5月5日に生け花教室が開かれる予定です。以上ニュースでした。さてここで UTB の今月の見どころをご紹介します。 UTB では毎日午後9時から人気番組を放送中です。日本で話題のドラマなど盛りだくさんです。月曜日は日本で爆発的ブームとなった連続テレビ小説あまちゃん。火曜日は再放送中のドクター X のシーズン2が5月12日から始まります。水曜日ははみ出し者の天才集団が難事件を解決、 ST 赤と白の捜査ファイル。木曜日は大人気刑事ドラマ相棒シーズン13。5月1日締め切りの視聴者プレゼント、たくさんのご応募ありがとうございました。金曜日のグッド地球便は5月29日で一旦終了し、6月からは秘密の県民賞をお送りします。土曜日は幕末の青春群像劇を描いた NHK 大河ドラマ花も湯。日曜日はルーズベルトゲーム。明日5月3日の第3話は10分拡大で9時から10時10分まで放送します。その他にも UTV では24時間日本の番組をお届けしています。そしてこちら、無料雑誌ジャパンコネクション、今月から UTB の英語の番組表が掲載されることになりました。毎月ロサンゼルスで日本に関する話題をお届けする無料英語雑誌ジャパンコネクション、5月号の表紙は長野県と富山県を結ぶ立山黒部アルペンルート。5月中旬でも10メートル以上になる雪の廊下は圧巻です。ロサンゼルス日系社会のリーダーたちへのエクスクルーシブインタビュー、ビジネスコンサルティングなどを行う竹中パートナーズ社長竹中幸男さんが真のグローバル化などについて語ります。また特集ではディズニーランド系列ホテルのソムリエミッキー佐藤さんの活躍をリポートします。ジャパンコネクションの16ページにはUTB の英語番組表が掲載されています。ロサンゼルス近郊の日系、中国系、台湾系のスーパー、レストラン、または公立図書館などで手に取ってみてください。 CM の後はスポーツコーナー、地元のイベント情報などをお届けしていきます。続いてスポーツ情報、小島さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今週のドジャースはいかがでしたか？はい、29日に元ドジャースの投手石井和久さんが始球式に登場して、私も実際に見てきました。どうでしたか？はい、初めは照れくさそうにされていたんですけれども、いざマウンドに立つと、あの現役時代さながらの真剣な表情を見せてくれました。さすがですね。はい、そしてドジャースもこの日は7対3と快勝しました。早速来週の試合日程ご覧ください。5月4日から4日間はアウェイでミルウォーキーブリュワーズとの対戦、8日からはこちらもアウェイでコロラドロッキーズと3連戦です。
始球式にも登場した石井和久元投手、現在は日本で野球解説者として活躍されています。ということで来週は石井さんに MLB の優勝予想、そしてドジャースの注目選手などを伺ってきました。それは気になりますね。そうでしょう。そちらは来週お伝えします。皆さんお楽しみに。以上スポーツ情報でした。小島さんありがとうございました。続いてはローカルイベント情報、国際交流基金からのお知らせ、そして今週の占いです。どうぞ。リトル東京ライオンズクラブ主催の無料見眼アイモービルがご覧の日程で行われます。予約はいりません。また不要なメガネの寄付も受け付けています。お問い合わせはご覧のところまで。北米沖縄県人会主催による歌やびらうどやびらパフォーミングアーツショーが5月17日日曜日午後2時からトーランスのジェームス・アームストロングシアターにて開催されます。詳細はご覧のところまで。蓮沼明子ピアノスタジオリサイタルが5月31日日曜日午後1時30分からあずさパシフィックユニバーシティで開催されます。小学生から高校生までの門下生による演奏会です。詳細はご覧のところまで。占いが気になる方は UTB のウェブサイトからアプリをダウンロードしていただくと詳しい占いがいつでもチェックできるようになります。ソーカルジャパンは UTB のウェブサイトでもご覧いただけます。こちらのアドレスをチェックしてみてください。それではまた来週お目にかかります。ごきげんよう。さようなら。